あ、天使は相変わらず頭が硬えな。なんだこのいい声は、誰だ。お、声の下方向を見ると柄の悪い男と気弱そうな少年がいる。まさか阿部か。柄の悪い男は少年の他に悪魔を2体後ろに引き連れていた。趣味がいいね、柄の悪い男の連れてる悪魔の。リーリングとサキュバスじゃん。おい、友達になろうぜ。お前らクエストを受けた人外ハンターだろ。そうです、絶対阿部さんですよね。俺は阿部。やはり柱会の会長代行ってところだな。会長代行、若頭的な。でもこの連れてる悪魔を見る限りやっぱちょっとカオスっぽさは感じるな。こっちのはハレルヤ。ハレルヤ、ほら自己紹介ぐらい自分でやれ。ハレルヤ、絶対中身天使じゃない。ハレルヤだぞ、だって怪しいね。絶対顔ぐらいあるぞ。ハレルヤだ。ない。よろしく。顔ぐらいあるだろう、どう考えても。で、逆に阿部もないんかい、顔ぐらい。私たちが自己紹介しなくていいの。可愛い系の手下悪魔、いいな。なかなか可愛い顔してるじゃない。セクシー系の手下悪魔。お姉さん相手してあげましょうか。あ、ぜひお願いします。ガキ相手に色目使ってんじゃねえよ。お前ら後ろで突っ込んでろ。かっけえ、阿部さん。でもいいな、なんかポケモンのさ、ピカチュウバージョンみたいにこの後ろにはべらせてんの。ライドウみたいじゃん。いいな、俺も悪魔後ろにはべらしてよ。怒られちゃった。阿部いいな。ああ、残念。坊やの相手はまた今度ってことかしらね。ちょっと今度ね、阿部さんのいないところでお願いします。あ、消えた。阿部が手下の悪魔たちに下がるよう指示を出した。悪いな、うちもいろいろあったよ。末端まで教育が行き届いていねえんだ。悪魔にも教育を施している。本来は俺らアシュラ会が東京の頭を張って人間も悪魔も先導するべきなんだが。それはさすがにちょっと冗長しすぎじゃないか、阿部さん。そこまでの存在か、アシュラ会って。どうも、うちの内部はイモいやつばっかでな。イモい現状、ハンターの世話にならざるを得ねえ。でも一応勢力としては残ってるって感じなのか。まだ阿部が強いだけで末端は弱そうだけどな、アシュラ会な。だが今も悪魔が地下街を襲わねえのは、俺がルシファー様と交渉してるからだ。もうルシファー様って言っちゃってるやん。近いうち俺がアシュラ会を立て直す。警察、いや政府として東京を制圧する。なるほどね、人間政府。まあ、人間代表になりたいわけだな、阿部ちゃんはな。というかアシュラ会は、でもルシファー様って言っちゃってる時点でルシファー参加なんだよな、どう考えてもな。では阿部はまあじゃあ悪魔じゃないのかもな。人間なんだけど、でもルシファー側。まずは他神連合をぶっ潰し、次はメルカバ、その次はガイア教団。ガイア教団も潰すつもりなんだ。アシュラ会やルシファー様に歯向かうやつは全員俺が打ち滅ぼす。え、ガイア教団ってルシファー側じゃないのか。ちょっと複雑になってきたな。そうかそうか、今弥勒派ができてるから弥勒派は他神連合側だもんな。そういうことか。まあ俺らに歯向かわなきゃ今まで通りだ。仲良くやろうや。どうせあれだろ、お前田山みたいにまたこき使うつもりなんだろ、俺たちを。そう言って阿部はなりなりしく足取りの肩を叩いた。怖い怖い怖い。ビビっちゃうようなこんなのな。天使には俺の方で梨をつける。その間そいつと話でもしててくれ。おお、まあ頼りにはなるね、阿部さんね。で、阿部は天使たちと話し合い始めた。君は誰なんですか。話しててくれって言われても。そりゃ顔ぐらいあるよな、ハレルヤ。誰が命名したんだその名前、ハレルヤ。あ、スーツ着てるんだ。なんかあれだね、ソウルアッカーズの雄一っぽい感じもするな。私は朝日、こっちは幼馴染のナナシ。おい、俺の朝日ちゃんに手出すんじゃねえぞお前。ああ、よろしく。俺はハレルヤ、アシュラ会に入ってる。え、それちなみに本名なの、ハレルヤって。うーん、悪って書いてあるわ。ねえ、ハレルヤはどうしてアシュラ会に入ったの。アシュラ会が孤児だった俺を拾って、それでそのまま居ついてるだけだよ。孤児だった。はあ、怪しいね、ハレルヤ。あの阿部って人も同じような感じ。阿部ちゃんもいきなり湧いて出たからな。今までのアシュラ会いなかったじゃんか。兄貴は俺とは全然違えよ。あの人は
俺にとって憧れの人さ。あ、兄貴は先代の田山さんが消えた後、ね、突然風のように現れたんだ。いや、おかしいだろそれ。普通は今まで阿修羅会の若頭的な存在がさ、 なんかのし上がるはずなのに、急に出てきたからやっぱ悪魔なんじゃないの。田山さんのいなくなった阿修羅会が今も存続できてんのは兄貴のおかげだよ。突然現れて突然立て直したのか阿修羅会を。怪しすぎる。そっか、あの人結構すごい人なんだ。まあ、切れ者っぽさは感じたよな今の話で。な、すぐ天使とも話しに行ったし。俺は兄貴の阿修羅会立て直しに少しでも協力できたらって思ってる。複雑になってきたな勢力争いが。な、阿修羅会ものし上がろうとしている。まあ俺じゃあ足手まといかもしれないけどさそのちょっと汗っかきの感じちょっと腹立つな。こういうのが後ほどなんか表現するんだろうな。皮むけたらな、ちょっと腹立つわ。もうすでにハレルヤは自嘲気味に笑っている。ハレルヤって何歳？孤児だから分かんねえんじゃない。俺と同じだハレルヤ。ま、15だけど。まさか俺たちデビルチルドレンとかじゃねえだろうなハレルヤ。兄弟とかありそうだ。じゃあ7子と似てないか今こうやってよくよく見れば。に似てるっちゃ似てるけど、似てねえちゃ似てねえな。で、同じ孤児で同じ15歳、なんかあるね絶対ね。私たちと同じだよね、ナナシ。これは何かあるぞ、アサシちゃん。これ警戒した方がいい。15歳、ガキではないか幽霊が見下すな人間を。なんだよそいつ。あ、見える。ほら怪しいね。ナバールが見える時点でも怪しいのだよそれは。おお、その反応、貴様、このナバール様が見えるのだなどうするナバール、俺から離れてハレルヤに着くか。妙な緑のリーゼントが話しかけてくる。いや、幽霊か。幽霊なんすよ、取り憑かれちゃってんすよ。この私の高貴な姿を見てそのセリフか。まったく失礼なやつめ高貴な姿だと思ってんだな。鏡見たことあんのかなナバール。ちょっとぽっちゃりお腹とぽっちゃりお尻な、可愛いんだけどね。だがこんなに連続して私のことが見えるものに出会えるとはだいぶ長いこと一人だったんだなナバール、かわいそうだな。ひょっとするとこいつらと一緒にいればいいことがあるかもしれないぞまあ支援者と戦わなきゃいけないんだけどなナバールな、頑張れよ。そういえばお前らハンターなんだよな。ハンターって普段何してんだ。普段何してんだろう。何って、食料調達とか仲間の救助とか喧嘩の仲裁とかいろいろやってるよ。喧嘩の仲裁はあれかな、妖精の森のやつかな。でも最近はハンター紹介の方針としてフリン救出のためのクエストがメインだね。おっと、あんまり喋るんじゃないぞアサヒちゃん、今あれだぞ極貧任務中だからな。フリンか。うん、知ってんのか。フリン救出ってなんつうかアシュラ会的には微妙なんだよね。それそうだよな、アシュラ会をぶっ潰した張本人っていうことになるのかフリンは。まあ田山は勝手に死んでいったんだけどな。フリンはアシュラ会を潰した張本人だし、正直どうなろうと関係ねっつうか。兄貴は気にしてるみてえだけど、その理由もよくわかんねえし。兄貴は悪魔だよきっと。ハレルヤの後方に阿部の戻ってくる姿が伺える。おい、戻っていいぞ。おお、なしつけてくれたんだ兄貴。もう話ついたんですか。うん、当然だろ、俺を誰だと思って。かっけえ。ほら、お前らも早く来い。いや、これはなんかちょっとハレルヤがついていく気持ちもわかるな。阿部かっこいいな、これは切れ者だわ。阿部がスカイタワーの中へ入るよう促す。アシュルたちは阿部に従いタワーの中へと進んだ。阿部も一緒に行くの。阿部ちゃん、阿部ちゃんも一緒今。でも久しぶりのスカイタワー、ここなかなかね。あ、ちゃんとメデューサの跡も残ってる。ここなかなか来ることなかったからね。お、スカイタワーですか。ちょっと朝日ちゃんの方が怖いんじゃない、この人々が固まってる様子で。理由もわかんないからな、メデューサもいないから原因不明の石像みたいに見えちゃうよなこれ。大丈夫かなね、固まっちゃってるよ。怖いんじゃないのこれ。あ、立派な石像だ。いや、めっちゃ増えてない、この気持ち悪い空間。うん、あの石像とか変にリアルで不気味。本物なんすよこれ。その石像は人間だ。お、知ってるんだ。本物のな。
阿部ちゃん詳しすぎない？少し前までここにいた悪魔の趣味だ。うん、メデューサね、フリンが倒しましたけども。目的の物がありそうなのはこの上の掘削作業員居住区だ。うんうんうん、さっさと上に行くぞ。フリンたちがピストル見つけたところですね。銃を見つけたところ。え、阿部ついてきてくれんだ。はあ。阿部、あれか、パートナーに入らないかな。この辺になんか卵のルフ調の卵があるんだよな、この辺が。よし。わあ、ユイ出てきたな。ウェンディゴレベル30、スクグス31か。ちょっとまだレベル足りないですね。うわ、マハブフーラ、つえ、ついに出てきたか、マハブフーラが。よし、まあなんとかなりそう。ただ経験値はすごいな。さすがにメデューサが復活してるみたいなことはないのか。行っちゃいますか、第二展望台へ。お、あ、そうだ、ここで見たんだよな、ワルターとヨナタンとイザボーと。きれー、ほらななし、街の光がキラキラしてる。いやー、朝日ちゃんの方が綺麗だな。すっげー、ついてきてる。スカイから見ると東京ってこんな風に見えるのか。おー、初めて来たんだ。まあなかなかここ入れなかっただろうしな、今までな。窓の近くによると、どこからか鳥の鳴き声が聞こえた。なんだ、ボスか。おい、てめえら敵だ、さっさと準備しやがれ。あー、急にボス戦か。おー、割って入ってきた。大きな鳥が窓を割って襲いかかってきた。あ、朝日ちゃん、誰だ、ルフかな。何が起きたの、ナナシ。いや、分かんないルフだ、やっぱり。ここにルフ調の卵があったんだよね、昔ね。突然襲撃に仲間たちが取り乱している。だからルフが普通に巣にしてたんだ、スカイタワー。あ、足取り下がった。なんじゃねえそれ。周りが取り乱している中、アスツリがいち早く体勢を、おっ、肝が座ってきた。アスツリ体勢を整える。状況でどうしてそんな冷静に。もう3回ぐらい死の淵を渡り歩いて、というか1回死んでるしな。死の淵を渡ってるからな。まあ、ハレルヤなんか影響しちゃったか。で、ルフって銃効くんだっけかな。一回撃ってみっか。効かないんですね。そうなんですよ。とりあえず牙折り。よし、これでタルンダが入る。インキュバス出しましょう、インキュバス。まあ、楽んだでしょうね、楽んだ。ルフ長、近くに卵でもあるのか。めんどくせえ。そうなのよ、阿部ちゃん、巣があるんだよ。おい、ハレルヤ、そいつらに加勢しろ。ほう、てめえでもサポートくらいはできんだろう。あ、戦えるんだ、ハレルヤ。あ、はい、了解です、兄貴。まさか本当にパートナーに入る。でも俺にできることって何も。銃ぐらい持ってんだろ、銃ぐらい。撃て。ザンマ、ここで急に覚醒するのかな、ハレルヤが。で、ラクンダ。いや、MP 消費激しいな。苦手だからな、補助な、お前な。うん、アギ。あーし、アギだ。いける。これは勝てるわ。ゼラロンズちゃん出しましょう、ゼラロンズちゃん。一発、牙折り。よし。これ、タルンダーマックスですね、これでね。お、メディア。いいぞ。ちょっと、ハレルヤ、援護してくれないの？うん。ほら、スキル使うとか、物理で殴るとか。物理で殴れ。悪い、できねえんだよ。何それ。やってもチロンヌプを使うくらいしか。チロンヌプ、なんだその特殊能力。もう何でもいいから、助ける気があるなら助けてよ。そうだ、なんかめちゃくそ強いんじゃねえか、チロンヌプ。来い、チロって呼んでんの。かわいい、何これ。そんな感じで連れてんの。かわいい、それハレルヤの悪魔。ねえ、めっちゃかわいいな、うらやましい。ああ、チロって言うんだ。チロって、お前ちゃんと戦闘に集中しろよ。こいつもデビル様なんだ。朝日ちゃんと同じだな。お前もデビル様なんやってんのか。チロンヌップはスキル我慢の不法行為。不法行為なんだ、我慢の不法行為って。食いしばり効果、強い。なんだその強い技は。我慢の不法行為めっちゃいいじゃん。食いしばり風とか最強じゃないかよ。いいな、チロンヌップ。グランタック一撃強え。ただ我慢の不法を入れ耐えた。危なかった。危ねえ。チロちゃんがいなかったら死んじゃってたかも。危ない。そう、インキバス死んでた今、確実に戦略かったぞ。別に間違ってはいねえんだけど、チロを刺激してんの俺だ。いいよ、もう。いや、ハレルヤの能力っていうよりはな、今のはチロちゃんに感謝だよな。我慢の不法を。危ねえ。死にかけインキバスはちょっと
さすがに交代してあげましょうか。プリンシパリティ、ペニヤリからのアギラを260、さらにアギラを、いいぞいいぞ。ゼラロンズまだ、でもまだまだ体力ありそう。さっきのチャージからの一撃がやばかったからね。200、これがメインの攻撃ですね。アギラをだいぶ与えてんじゃない。いいぞニヤリ、さすがにもう来てるんじゃない。さすがに赤くなってんじゃない。あ、来てる来てる。いいぞいいぞいいぞ。アギラを終わらせていいぞ。うん、もうちょいか。いくよ。パールバティかわえー。またチャージやってきそう。ザンマ、あー、ナダ大使これめんどくせえよな、迷子になっちゃうやつ。みなぎる、迷子ちょっと嫌なのよ。これ経験値も入らんやろ。嫌だわー、返してくれ。終わり。よし、ナダ大使、貴重な経験値が。お前ってすげえんだな。いやいやいや、今のやつを倒しちまうなんて。いや、チロンヌプの方が俺は感銘受けたよ。お前の悪魔すげえんだな。ハレルヤはあんまり倒すって意味じゃ貢献してなかったもんね。まあね、でも食いしばり付与はかなりのチートスキルだと思いますけど。まあその通りだけどさ、ああしかもお前あれか、チロンヌプしか使えないんだよな。おい、仇に舐められて何ヘラヘラしてやがるめちゃめちゃ舐めちゃった、ごめんね。いや、そういうわけじゃ。うん、てめえ、俺の面汚す気か。ん、阿部兄貴怖。でもなんか、ハレルヤはそんなにね、ヤクザっぽい感じ、チンピラっぽくは見えないな。格好こそなんかチンピラだけどさ、仇っぽさを感じるよね。違います、俺にはそんなつもり。うん、お前は引き続きそいつらに加勢しろ。え、舐められたまま済ますんじゃねえちゃんといいとこ見せろっとか、けじめつけろよ。兄貴、わかりました。うん、戦闘には慣れてないっぽいな、ハレルヤな。入るんかい、ハレルヤ、レベル高。おい、グズグズしてんじゃねえ、また面倒事が起きる前に行くぞちょっとアフィンセカスでエレベーターで上へと移動した口調がきついって、安倍さん、もうちょっと優しくしてくださいよ。あ、ここも懐かしいわ、仮設足場。懐かしい、変わってないね、ここはね。ちょっとした心の緩みが事故のもと。なんかナバール補給ポイントあるやん。これはさすがに前なかったやつだな。もう来たか、サバトマ。また強くなってしまったか。いや、ようやく来ましたね。このキューマが欲しかった。相手の MP 吸収。一旦メディアを消しときますか。一旦メディア消してキューマにしときます。え、運の子を賞をあげる、ゼラロンズの運子だから私を寂しくさせないでね。え、運子をくれるんだ、ゼラロンズ。ちなみにハレルヤは仲間を呼び出して味方を守る支援タイプ、予防系のスキルを覚える。我慢の不法行為、次の時短まで食いしばり効果。あ、一旦しか持たないんだ。あー、なるほどね。じゃあそこまでチート技ってわけじゃないのか。永続じゃないんだ。予防のパウパウ、次の時短まで状態上無効を付加する。次の時短まで一旦だけなんだね。ちょっと使いづらいな。しかもあと1個しか覚えねえんだ。じゃあみんな大好きナルキッソスが作れるんで作りますか。しょうがねえな、ナルキッソス。ウブとクイックシルバーでな、この判決ナルキッソスを作る。セクシーダンス、ウィンドブレス、セクシーダンス、スクンダー、タスラムショット、ラピッドニードル、道具の知恵、癒し。あとレベルアップで2つ覚えるのが気になりますね。出た、美しい。今後ともよろしく。でもちょっと声は仕上がれてたな。なんかイケメンボイスのやつってあんまいないね、4ファイナル。なんかタムリンとかもそうだけど結構仕上がれた。やっぱ悪魔だからか。いくらイケメンとはいえボイスはイケメンじゃねえっていうな。あと1ポイント足りねえ。なんかその辺にハンター死んでねえかな。マイスキル増設が。あと1ポイントか。くそ、ハンターの死体くれ。ちなみに増えたチャレンジクエストは、閉鎖空間に緑を、東京環境対策委員会、赤色 LED と青色 LED の2種類を揃えてほしい。これらがあれば太陽が失われたこの東京でも健康な植物を育てることができるはずなのだ。使える LED 照明はほぼ失われたと言われているが、単色のものなら上野の電気屋関連を探せば残っている可能性が高いらしい。あー、でもなんか一応もう太陽出てきたし、
まあでもまだまだ時間かかるかな、岩盤が完全になくなるまでは。ん、ジャークフロストの討伐。銀座の地下街で刺激されていたフロストが脱走して八重洲地下道に立てこもってしまった。刺激していた者も説得に向かったが、ジャークフロストと化したあくまでは話が通じないようだ。周辺住民に危害を及ぶ前に排除してくれ。フロスト君が逃げ出してジャークフロストに進化したみたいな、ちょっとメガテン3を思い出すな。ラバール終わりか。あー、ここにあった。あー、惜しかったな。ここか。もうちょいだったな、ナバール。うーわ、これは。何、キャロルヒットって。うわー、なんだそれ。飛ばされるんかい。ちょっと試しにセクシーダンスしてみるか。ものは試しだ。ナルキスのセクシーされ。ミス、ミス。お、いけた。いけた、いけた。あ、ここで使っちゃうのか。白はどうする、白は。え、なんかあいつ、晴れじゃなくて、声かっこよかったな。なんだあいつ。いやになるぜ。なんだそんな、なんかニヒルなキャラだったか、さっきまで。違うよな。セクシーダンス、群れにも効く可能性あるんだね。セクシーダンス、セクシーダンス。いいぞ、いいぞ、いいぞ。聞いてるぞ、ナルキスのセクシーが。セクシーダンスだ。セクシーダンスいいよ。いいね、いいね、いいね。魅了してる。この大勢を魅了してる。ダンスで。来た。プリンシパリティお帰り。探しましたよ、アシスリー。野暮用を済ませてきたところです。では戻らせてもらいますよ。ちょっと恥ずかしかったんだな、吹っ飛ばされたの。お前自分から出て行ったみたいな口ぶりだけど、お前ぶっ飛ばされただけだからな。いや、結構ギリだったね。防具強化。いいね。ムドストーン10個。予防のパウパウ。さあ、状態上予防。微妙だな。雑魚戦においてはちょっと晴れる役にいまいちですね。マイスキル増設がいけるな。ようやく。あ、ハマープレロマ。マジで欲しいやつ。トラフーリいっか。死んでも別に何の関係もねえから。トラフーリいっか。ハマプレロマ、これはいいでしょう。ちょっと忘れねえうちにすぐにマイスキルを増設して。よっしゃ。いや、やっとだ。やっと一つ増えた。プリンシパリティは進化させずに、合体材料に使いまして、モコイさんと合体して、パールバティにしましょう。しかも浜特性持ってんだよね。浜適性。これは相当強いんじゃないか、このパールバティ。浜プレロマからのマハンマだからね。先に朝日ちゃん使ってたけど、可愛いよな。いい声だ、よかった。可愛い声だった。パールバティ、ナルキッソス、インキュバスか。なかなかいいメンツが揃ってきたんじゃないか。あ、トピック。チロ可愛いよ、チロ。あしらかいって、私たちと同い年の子もいたんだね。なんていうか、ちょっと頼りない感じだけど。でもさ、なんか、戦闘中は低音ボイスで喋ってくるぞ、こいつ。他のあしらかいの人たち見たら怖くないし、これから仲良くなれるかな。あんまり仲良くするんじゃありません、朝日ちゃん。仲良くなれたらいいよね。それでさ、仲良くなったら仲間のチロ、触らせてくれないかな。可愛かったよね、チロ。ふわふわとしてて、すべすべってなってて。もう今度絶対麦打ってさせてもらおう。おい、俺を麦打ってしてくれ。それで十分だろ。ふさふさってしてるぞ。あ、アシュラ会が更新されてますね。代行。現在行方不明の田山に代わり、安倍という人物がアシュラ会を取り仕切っている。彼が代行を務めることでアシュラ会はなんとか組織として保っている状態にある。こっから復興させるって言ってたもんな。じゃ一応関連して安倍見とくか、安倍。八部連合アシュラ会の構成員。あ、やっぱ顔ぐらないんだ、安倍。32歳男。神の宮座戦争以前の経歴は一切不明。アシュラ会会長である田山が行方不明となった後、会長代行として台頭。なんかすげえインフンでるな。会長代行として台頭。悪魔と交渉し、赤玉がない状態でも地下街の安全を約束させる。現在、対他新連合の先方として各所を回っている。これがね、赤玉がない状態で、悪魔が地下街に攻め込まないっていう風にしてるっていうのは何か代償があるはずなんだよね、絶対ね。ルシファーに何かを支払っているはず。それが何か。それが怖いところですよね。ハレルヤな。八部連合アシュラ会の構成員、安倍の弟分、15歳男。孤児だったハレルヤを、あ、田山が拾ったんだね。以後、アシュラ会の構成員として活動していた模様。現在、対他新連合の先方である安倍と一緒に各所を回っている。まあ、何かしら理由はあるんだろうな、15歳の孤児。主人公と同じっていうな。怪しいよね。ちょっともう一体、ナタ大使と、ゼラロンズ。これなんと、大国主がいけると。でも俺、レベル30いつの間にかなってたんで、行きましょう。物理回復得意。回復めちゃめちゃ得意だな。じゃ、これでいきますか。キバオリメディアリカームチャージラクンダマガオン。枠が足りんよな、どうあがいても。もう一個枠が欲しい。
大国主、しかしイケメンだね。今後ともよろしく。やっぱなんかイケメンはこの声なんだな。これタムリンと同じ声でしょ。これちょっとしわがれボイスなんだね。テンション高え。お、少ないヒコラ。なるほど。かつてのボス、少ないヒコラが作れるわけだ。さて。大国主、マーメイド小拡張。あー、まあまあまあ、いけなくはないか。あ、床屋より来たる氷。これ強かったよな。氷結注意力。で、スクンダが入ると。で、針の立ち風。めまい不可敵全体ね。シンプルに強えな。これは作りたいね。これ継承したいもんな。あ、で、ここが、そうだ。銃見つけた。この部屋に目的の機材があるかもしれない。入りましょう。なんかイベントありそうだな。なんかあるんじゃないの。うわ、懐かしい。変わってねえな。部屋の中には様々な資材が並んでいる。ここで銃拾ったのよ。この部屋に目的の機材があるかも。ナナシ、探してみよう。うん。お、仕方ね。俺も探してみるか。おい、やる気出せよ、お前。阿部さんは阿部さん。朝日たちは機材を探し始めた。ああ、何見てやがんだ。てめえも地べた這いつくばって探せや。いや、阿部さんちょっとなんか勘違いしてません？射程じゃないんだよな、俺たち別に。阿部さんの、阿部さんも探してくれよ、地べた這いつくばって。そうだぞ、君も早く探すたまえ。お前はおかしいだろ。お前霊体なんだから普通に探してくれよ。てめえもだよ、緑の。阿部にも見えてる。ちゃっかり便乗してんじゃねえ。阿部にも見えてんの？え、どういう基準なんだろう。阿部、あ、だから阿部は悪魔なんだよ、だから多分。はいはい。よし、探せ。阿部は見ているだけらしい。怪しいね。あっちでも目的の機材を探すことにした。どこを探しますか。おお、なんだこれ、逆転裁判みたいな。ベッドの周り見てみましょうか。ベッドの周りを探した。お、なんか出てきた。どうやらベッドの周りにはないか。となると、じゃあ棚の中？これもないんだろうな、どうせな。だいたい3番目でしょ。ん？あったぞ！なんじゃい？探してる機材って、これだよな。お前が見つけるんかい？ん？ハレレが発見した測定器を室に渡した。おお、結構でかいな。ほう。目的の物は手に入ったか。なら。もうここに用はねえな。なんだかんだここまで一緒についてきてくれた阿部ちゃん、優しいのかも。てめえも地べた這いつくばって探しやがれって言ってたけど、ここまでついてくる必要ないもんな、別にな。てめえら、さっさとずらかんぞ。面倒見のいい兄貴だ、阿部さん。そうですね、兄貴。うん。いや、いいやつなのかもしんない。あれれや。ん？お前ちょっとこっちに来い。あ、もうパートナー外れるのかな。え、なんすか兄貴。うん。阿部に呼ばれたハレルヤは阿部のところへ駆け足で向かう。ハレルヤ。あ、お前はここから別行動だ。マジか。あいつらと行動を共にしろ。ああ、ついてきてくれんの、ハレルヤ。え、なんで急に。そりゃそうだよな。本来アシュラ会は治安の要、東京の治安を守る責務がある。わかるな。どうなんだろう、俺たちが治安維持になんか協力してるってことは。ハンター、まあ、ハンターの動向を探るための患者みたいな感じかもしんないな、ハレルヤ。あ、はい、わかりますけど。うん。人外ハンターが余計なことすりゃ巻き添え食うのはこっち。あ、やっぱそういうことか。人外ハンターを監視する役目ってことか。何かあってからじゃ遅いんだよ。うん。特にあのガキ、あいつは要注意だ。おお、なんか見抜いてるね、阿部。あいつが要注意ですか。確かにすげえやつだとは思いますけど。なんかちょっと修羅場くぐってる感が伝わったんだろうね、あのルフが出てきた時に。一番最初にね、体勢を立て直した足釣りできるって思ったのかな。俺の言ってることが信用できねえっていうのか。ん？いえ、俺が兄貴の言うことを信用しないわけないじゃないですか。うん、だよな。お前は俺を信用してる。俺もお前を信用してるぜ。いや、阿部ちゃんなんかな、この辺の木引っかかるんだよな。いいやつっぽいけど引っかかる言い方をするよな。だからよ、あいつらが変な真似しねえか、しっかり監視しといてくんねえか。なるほどね。わかりました、兄貴の頼みですし。頼みっていうか、これ命令だよな、阿部ちゃんな。そうか、いいぞ、ハレルヤ。お前は物分かりが良くて助かるぞ。うん、ここの関係性もなんかね、一枚岩じゃなさそうに見えるな。いやー。うん、ハレルヤもなんか浸水してるって感じじゃないな、阿部にな。お、
部屋の外から汚らしい破裂音が何だ何だ急に。何事だ